日本語能力試験、懲戒 N2 これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください 1>, 1番「電話で男の人と女の人が話しています」「女の人は何を持っていきますか?」 もしもし、山田ですが。あ、山田さん、どうしたんですか今日、出張ですよねええ。今、東京駅にいるんですけど、忘れ物をしたことに気がついて。ええ、大変。僕の机の上に茶色い封筒があると思うんですけど。あ、あります。これですね。あれ二つありますけど。一つは表に何も書いてなくて、 もう一つは表にひらがなで、墨って書いてありますが、どちらですか二つ持ってきましょうか。えーと、何も書いてない方です。わかりました。あれカメラがありますけど、いいんですか山田さん、出張の時、いつもカメラ持ってきますよね。えカメラカメラカバンに入れたはずだけど、あれない。じゃあ、これもですね。 名刺は大丈夫ですか随分たくさん机の上にありますね。名刺は今日は必要ないから大丈夫です。わかりました。じゃあ、すぐ行きますから。女の人は何を持って行きますか二番。 会社で課長が女性社員に話しています女の人はまず何をしますか我が社では売上を伸ばすために今までにない新しい商品を開発しなければなりませんそのためには今どんな年齢のどんな人たちに何が求められているのかを徹底的に調査することが必要です君にはそれを担当してもらいたいんですはい頑張ります うん、それでまずは町に出てアンケート調査をしてほしいんですはいこの仕事は非常に重要ですから君が一緒にやりやすい人を集めてその人たちと進めてくださいはいわかりました誰か適当な人はいますかはいそうですね田村さんと大山さんはいかがでしょうかあ大山君には別に頼みたいことがあるからまずいなでは 田村さんに話してみます。あと2、3人お願いしようと思いますが。そうしてください。決まったら報告を頼みます。そして、できるだけ早くアンケートの内容と方法を決めてください。はい。前田課長が前にアンケート調査をなさった時の記録がありますので、まずはそれを参考にして計画を作ってみます。あ、前田君のだけじゃなくて、 他の調査の記録もよく調べてみてください。わかりました。では、そちらから始めます。それから、メンバーですね。決まり次第、ご報告します。女の人は、まず何をしますか三番。 女の人と孫が話しています。女の人はこの後何をしますかねえ、おばあちゃん、ビタミン剤買いたいって言ってたでしょうん、いつも飲んでるのがあと少ししかないからね。インターネットで買うとちょっと安いはずだから、今僕が注文してあげるよ。あ、本当ありがとう。じゃあ、お願いするわ。 ビタミン剤は今回は一箱でいいわお金どうやって払う現金書き留めで郵便はここにはないよカードで支払うのが一番簡単なんだけど持ってるうん持ってないわねじゃあ家に品物が届いた時にお金を払うか近くのコンビニで払うかだねええー、コンビニで払うのそう コンビニで品物を受け取って、その時にお金を払う方法。品物がコンビニに着いたら、お知らせのメールが届くんだよ。留守がちの人には便利だよね。私は大抵うちにいるけど、出かけることもあるからね。でも、コンビニまで行くのも面倒だし、困ったね。郵便がいいんだけどね。おばあちゃん、どれかに決めないと申し込めないよ。 どれ女の人はこの後何をしますか四番女の学生と男の学生が話しています。男の学生はいつ試験を受けますかはぁ、あ… 来週から期末試験だね。うん。でも僕は半分の授業がレポート評価だから実際試験を受けるのは少ないんだ。ええー、いいな。私はレポート評価は3つだけ。結局毎日試験を受けなくちゃならないんだ。土曜日も。え、土曜日そう。金曜日の試験が同じ時間になっちゃったからね。一つ土曜日にしてもらったの。 へえ大変だね僕は月曜日と水曜日と木曜日だけだよえ金曜日の田中教授の政治学取ってなかったあれ試験だよね嘘試験は出席は悪い人だけだって先生が言ってたよそれは水曜日の山田教授の心理学だよえ山田先生ほら先週の授業で山田先生が出席率の表を みんななに見せたじゃないそうか僕は出席は問題なかったからあれ受けなくてもいいんだなんだだけど政治学どうしよう今から勉強して間に合うかな男の学生はいつ試験を受けますか 5番、電話で男の人と女の人が話しています。男の人はこの後どうしますかもしもし、6月15日の若い起業家への提案という講演会に申し込みたいんですが。あ、すみません。インターネットでお申し込みいただくことになっているんですが。え、この電話ではダメなんですかはい、申し訳ありません。 ホームページに講演会の申し込み書があります。それに必要なことを記入して送信してください。わかりました。では参加費の3000円は講演会の日に払えばいいんですね。いえ、そちらは先にお願いしたいんですが。え、郵便で送るんですかいえ、お申し込みをいただいたらメールで銀行の口座番号をお知らせします。 お申し込みの日から10日以内にそこにお送りくださいわかりましたあ、お申し込みは5月15日午前10時からですえ、まだなんですか15日というと来週の月曜日ですね忘れないようにしなくちゃ男の人はこの後どうしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番。 男の人はどうして寝ることにしましたかふうもう寝るとするかもう終わったの 明日までに仕上げなくちゃならないって言ってた資料。いやーまだちょっと残っているんだけどね。うん。ああ、そう。でも、寝た方がいいわよ。眠い時は。眠いっていうより、なんか、うまくまとまらないんだ。こういう時はさっさと寝て、朝早く起きてやった方がいいだろう。そうそう。無理すると体にも良くない。疲れた顔してるわよ。疲れは大したことないよ。 それじゃおやすみおやすみなさい男の人はどうして寝ることにしましたか二番男の人と女の人が話しています女の人はどうして会社を辞めようかと思うのですか 相談があるって何うん、実は会社を辞めようかどうしようか迷っててその相談えうちの会社の後輩も言ってたよ毎日同じことの繰り返しが嫌になったって毎日同じことの繰り返しは私もそうだけどそれはまあいいのよじゃあ何先輩にいじめられているとかうんうん。 先輩との問題はない。実は、私ね、英語勉強しているんだけど、だんだん通訳の仕事ができないかなって思うようになってね。あ、そうか。でも大変じゃない仕事の時間が不規則だし、出張も多そうだし。うん、そうよね。それに、これからもっともっと勉強しなくっちゃ、簡単にはなれないと思うし、 だから。女の人はどうして会社を辞めようかと思うのですか ?3 番。女の人と男の人が話しています。男の人はどうして出張に行きたくないのですか 田さん海外出張が決まったんでしょ半年上海に行くんだっていいなそうでもないんだよえどうしていろいろ新しいことが経験できていいじゃないあもしかして中国語ができなくて心配まあ「心配じゃない」って言うと嘘になるけど仕事では使わないから食べ物は 私なんて半年間日本料理が食べられないとなったら、もう…いや、僕は何だって食うよ。そうあ、奥さんや子供は一緒に行くのうんうん、行かないんだ。子供がまだ小さいからね。一番可愛い時に一緒にいられないのは残念だな。そうね。でも電話やメールですぐ連絡できるじゃない。でも、やっぱり一緒にいたいよな。 掃除や洗濯なんかも自分でやるのちょっと大変ねそれはすぐになれるさ男の人と女の人が注文した商品について電話で話しています。 商品はいつ届くはずですかもしもし私東洋商事の佐藤ですがあいつもお世話になっておりますいいえこちらこそ あのー、先週注文した商品がまだこちらに届いていないんですがああの商品ですね申し訳ありませんあのー、在庫がなくなっていましたので今工場から品物が来るのを待っているところでしてえー、そうなんですかあのー、実は来週の初めに使う予定になっていまして申し訳ありません 来週の中頃には届くと思うんですが中頃じゃ間に合わないので今週中に何とかならないでしょうかあはいそれではですね先にご注文された別のお客様にお届けする予定のものを東洋商事さんの方に回すことにしましょうそのお客様は特にお急ぎではありませんので申し訳ありませんねそうしていただけると助かりますそれでは今日すぐに手配いたします 二三日中にお届けできるはずです。それなら間に合います。よろしくお願い致します。商品はいつ届くはずですか。五番。男の人と女の人が話しています。 女の人は残った仕事をどうしますかそろそろ帰らないかこんなに早く帰れるチャンス、めったにないぞ。ええ、でも… 私はこれを片付けてから出ないとああその書類かそれは明日でもいいよでも課長明日は明日でやることがありますからそうか僕に手伝えることがあったらするよとんでもありません大丈夫ですどうぞ先にお借りになってくださいあのさ実はね会社の命令で今日は全員残業させるなということなんだえそうなんですか じゃあこれは持って帰ってて、帰でやります。いやそれはダメだお客様の個人情報が入った書類だろう。持ち出すわけにはいかないわかりましたでは明日にしますじゃあ帰る支度をして一緒に出よう女の人は残った仕事をどうしますか 6番男の人と女の人が話しています。男の人はどうやって料理を作ったと言っていますか おいしそうどうしたのこれへへこの本見て俺が作ったんだへえー、春野菜のスパゲッティか10分ぐらいでできたよ10分ですごい料理得意なんだねいやいや春野菜って言ってもうちにないものは入れてないんだ本に書いてある野菜をみんな買って揃えればよかったんだけどえー、スパゲッティって ちょうどよく茹でるの難しいのよね。これを使えば簡単だよ。スパゲッティと水を入れて、蓋をして、電子レンジで3分間。チーンはい、出来上がりええー、こんな便利なものがあるんだ。さ、冷めないうちに食べよう。男の人はどうやって料理を作ったと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1>, 1番 女の人と男の人が話しています。なんかいいことあったんだっておやっと仕事が見つかったよ。ああ、よかったね。ずいぶん探してたんでしょう。うん。俺さ、登山やってるからずっと山に関係ある仕事を探してたんだ。山関係の仕事って言うと新聞で広告見つけたんだ。高くて危険な山に登るのが好きな方、大歓迎っていうの。ええー。 危険な山ですぐ電話したらこの会社「どんな高いところでもきれいにします」っていう会社でね高いビルの窓を拭く仕事だってへえ山かと思ったうん高いところで危ない仕事もあるらしいけど社長も山が好きな人でね面接に行ったらすぐに採用してくれたんだええそりゃあよかったけどでも気をつけて。 スリルがあって結構面白そうだし、やってみるよ。男の人は何について話していますか ?1。高い山に登ることの面白さ。<S 2, 2。高いビルの窓を吹く仕事の危険。3。山に関係がある仕事を始めること。4。 高いビルの窓を拭く仕事を始めること二番先生が学生に言葉の意味を説明しています皆さん見てくださいこの言葉これはどんな意味の言葉でしょうかでは説明をしましょうええー、例えば 薬の会社が新しい薬を開発するための研究をしています。研究をしている途中で、全然予想していなかったことが偶然に発見されました。このような発見、それがこの言葉の意味です。えー、っと、もっと身近な例を挙げましょうか。皆さんがレポートを書くために資料を読んでいるとき、資料の中にレポートのテーマとは関係ないけれど、 前から知りたいと思っていたことが書いてあったら、へえ、そうなのか、知らなかった、って思いますね。このようなことに使う言葉です。先生が説明した言葉はどんな意味を持っていますか一、<S 1> 1 <S 意外な発見二、2 2> 偶然に見つけた研究テーマ 3前から知りたいと思っていたこと4テーマとは関係がないこと3番男性社員が会議で話しています皆さんご承知のようにこのところ海外のブランドが次々と日本に店を出してどの店も成功しています。 一方日本の製品はというと必ずしも成功しているとは言えませんしかし日本のものが海外の製品より劣っているということは決してないと思います日本の製品の方が好きだという日本人も少なくありません日本人の好みに合わせて作ってあるからなんでしょうしかしそれにもかかわらず売り上げが伸びないのは売り方に問題があると思います ええ、我が社のこの新製品は商品として他のものには負けない自信作ですこれを少しでも多く売るためにデザイン性センスの良さを全面に出す広告を雑誌テレビネットなどに流していくことを考えています広告費は今までの2倍かける予定です男性社員は 何についいてて話していますか 1, 1外国製品が成功している理由 2, 2日本の製品が外国製品より人気がある理由3自分の会社の新製品と他の会社の商品の違い4新製品の売り上げを伸ばすための方法 4番女の人が自分の仕事について話していますあのお仕事はどんなことをしていらっしゃいますか私の仕事ですかちょっと説明しにくいんですがええ悩みを持つ人の話を聞いてその悩みを軽くしてあげるとでも言いましょうかと言いますとカウンセラーのようなお仕事ですかええそうですが 一般的なカウンセラーとはちょっと違うんです。はあ。悩みを聞くときに相手が言うことをとにかく聞くんです。話の内容について、それはいいとか、それは良くないとか、そういうコメントはしません。賛成も反対もしません。黙って聞いているんですかええ。まあ、そうですかとか、うーんとかは言いますけど、 相手の人にこうした方がいい、そうしない方がいいというようなことも何も言わないようにします。ついアドバイスをしたくなることもあるんですが、とにかく聞くというのが基本ですから。へえ、それで悩みが軽くなるんでしょうか。はい、人はもともと自分自身で悩みを乗り越えていく力を持っていますからね。 必ず自力で悩みを解決できると信じて一生懸命に話を聞くことにしています。ああ、そういうやり方もあるんですね。案外効果があるんですよ。ただ、話を集中して長い時間聞くのには限界がありますから、一回45分ぐらいまでですね。この人の仕事で 一番重要なこととは何だと言っていますか1。1> 相手の話をただよく聞くこと。2>, 2。相手の話を集中してなるべく長い時間聞くこと。3。相手と一緒に悩みを乗り越えること。4。相手にいろいろアドバイスをすること。 5番テレビで女の人が話していますチョコレートといえば甘いお菓子の代表とも言えますねただチョコレートはカロリーが高いのでダイエットのために食べるのを我慢しているという人も少なくないと思います確かにこれまではチョコレートを食べると太るとか虫歯になるとか言われてきましたしかし最近チョコレートには 体に良い効果があることが分かってきたんです。例えば、試験などの前にチョコレートを食べるとよく集中できるし、緊張やイライラした気分が落ち着くとも言われています。また、チョコレートに含まれるある物質には病気を予防する効果もあるのではないかと注目され始めています。と言っても、もちろん食べ過ぎは体に良くありませんから気をつけるようにしてください。 この人は何について話していますか 1, ?1 チョコレートの害 2, 2チョコレートの新しい評価3チョコレートによるダイエット4チョコレートの食べ過ぎ問題4問題4では 問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から正しい答えを一つ選んでください。1番。かおりちゃんは毎日ちゃんと復習すればもっと成績が上がるんでしょうに。 1。1> ええ、ちゃんと復習したからね。よかったですね。2>, 2。そうですね。頑張ってほしいですね。3。うーん、どうして成績が上がらないのかわかりませんね。2>, 2番。この店、味はともかくとして安いからいつも混んでいるんですよ。 「そうですか。なんたって安いのが一番ですよね」2> 2「二」「そうですか。安くておいしいなんて最高ですね」「三」「そうですか。おいしい店は人気がありますからね」「三番」「こんなに食べきれないよ」1 残してもいいのよ。2>, 2。じゃあ、今度作ってあげるわね。3。じゃあ、いただきます。4番。申し訳ございません。お客様のご希望にはお答えしかねるのですが。1。じゃあ、よろしくお願いします。2。2> そうですか。 じゃあ、仕方ありませんね。いいえ、どういたしまして、こちらこそご無理をお願いして申し訳ありません。5番俺、この頃毎晩酒飲まずにいられないんだ。1じゃあ、今度一緒に飲みに行こう。え何かあったの3 私も飲まずにいるのよ。6番。お客様のご希望の日までに作らないこともないんですが。1。1> なんとか作れるんですね。2>, 2。うーん、なんとかなりませんか。3。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。 7番。あ、この荷物、玄関に持ってってもらえない ?1。ええ、もらえません。2。2> はい、いいですよ。3。あ、どうぞ。8番。このエアコンの使い方、言いましたっけ ?1。1> いいえ。 聞いてません。二。いいえ、言いました。三。いいえ、よく聞こえなかったんです。九番。お手伝いするつもりだったんですが。かえってご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ありません。一。そうですね。これからは気をつけてください。二。 いいですよ。どうぞお帰りください。3。いいえ、助かりましたよ。ありがとうございました。10番。申し訳ありません。調査資料、今日提出できるのはこれだけなんですが。1。1> そうです。これだけお願いします。2>, 2。じゃあ、残りは出来次第お願いします。3。 すみません。明日必ず提出します。十一番。入りましたね。三位に。苦労した甲斐がありましたね。一。あんなに苦労したのに。残念です。二。はい。大変だっただけに嬉しいです。三。 どうしてそんなに苦労したんですか問題5問題5では、長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。一番問題用紙に何も印刷されていません。 まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。会社で部長が部下の前で話しています。今週から週1回、残業をしないで定時に帰える農残業デーを徹底することになった。これまでのように、 曜日を決めて全社員が一斉に帰るのではなく、社員一人一人が農残業デーを決める。従って各自業務計画を見直し、残業をしないで早く帰る日を決めて計画書を作り、それを提出すること。これまでの自分の仕事のやり方に無駄がなかったかどうかを振り返る良い機会になると思う。ぜひ定着させていきたいと考えている。以上。 へえー,ー残業デーを自分で決められるなんてなかなかいいと思わないうーんどうかなだって他の人が仕事しているのに自分だけ先に帰るのはなんか気が引けるし前みたいに毎週水曜日とか決まった日にみんな帰るっていう方がいいと思うよでも今までみたいに夜会社に誰もいなくなるのって 実際には色々問題があるじゃない。夜になってから電話がかかることも多いし、そのために結局誰かが会社に残ることもあったりするでしょそれはそうだけど、でもいちいち計画書出すのも面倒だし、納得いかない点が多いな。そうあ、でも田中さん、今週は金曜日に野球見に行きたいって言ってなかったそうそう、そうなんだ。 ナイターに行くんだ。あ、早速で悪いけど、俺金曜日は農産業デーね。ええー、どういうこと男の人はこの後何をしますか ?1、毎週水曜日を農産業デーにする計画書を作る。<S 2, 2、今週の農産業デーを決める。3、 今週の金曜日を農残業デーにする計画書を作る。4野球を見に行くために会社を出る 2>, 2番まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。三。 テレビのアナウンサーがインフルエンザの予防注射について話しています。市から予防注射のお知らせです。市では11月からインフルエンザの予防注射を実施します。開始時期は対象者によって違いますので注意してください。11月16日からは これから赤ちゃんが生まれる妊婦さん。1歳から10歳までのお子さんは12月後半から。また、1歳未満の赤ちゃんのいる家族は来年の1月前半から行います。65歳以上の方は1月後半からです。実施場所は市内の病院です。 予約やわからないことは、市の健康づくり課までお問い合わせください。一歳未満の赤ちゃんのいる家族あら、うちもそうだわ。じゃあ、私もするんだ。知らなかった。ねえねえ、お父さん。お父さんも予防注射しておくでしょああ、そうだね。いつだって。お父さんは70歳だけど、一緒に住んでいるから、予約は、 どこに電話すればいいのかなそこに市からのお知らせが来てたよ。質問1女の人は予防注射をいつしますか質問2女の人のお父さんは 予防注射をいつすればいいですか you <sighs>